ノースショアが見えてまいりました。ハレイバの街、それからノースの海、両側はパイナップル畑です。ほとんどこっちはもうビルがなくて、非常にこうカントリーな感じ、すごくゆったりとした時間がこっちでは過ごせます。やっぱりワイキキより空が大きいですよね。ビルとかがないから、これがノースショアの良さですね。はい、ノースに来ました。ノース、すごい空気感がいいしね、ちょっとビーチに入るとすごい綺麗な絵があります。ちょっとみんなでビーチ見てみたいと思います。波はこんな感じです。静かで人がいなくてですね。ぜひレンタカー借りて、ハワイに来たら、やっぱりノースショアはぜひ冒険してほしいと思います。